ナンシー・ウィンボルトン、1916年6月10日から2001年11月9日は、オーストラリア・メルボルン出身の女子テニス選手。第二次世界大戦をまたぐ時代に活躍し、全豪選手権で女子シングルス6勝、女子ダブルス10勝、混合ダブルス4勝を挙げた。右利きの選手で、長身から繰り出す強打を持ち味とした。フルネームは、ナンシー・ヘーゼル・メレディス・ウィンボルトン、ナンシー・ヘーゼル・メレディス・ウィンボルトンという、旧姓、ナンシー・ウィンという名前であったが、競技生活の間に結婚して、ナンシー・ウィンボルトンと2つの姓を名乗った。夫の姓だけで、ナンシー・ボルトンと呼ばれることも多い。ナンシー・ウィンは1936年、20歳の時に、全豪選手権の女子シングルス、女子ダブルスの2部門で、初の決勝に進み、テルマコインとペアを組んだ女子ダブルスで初優勝を果たすが、女子シングルス決勝では、ジョーン・ハーティガン、1912年から2000年に4から6で敗れて準優勝になった。翌1937年、ウィンは女子シングルス決勝で、エミリー・ウェスタコット、1910年から1980年を6から3、5から7、6から4で破って初優勝を飾る。1938年、オーストラリアの女子テニス選手として、史上初の全米選手権女子シングルス決勝に進出したが、アリス・マーブル、1913年から1990年に、わずか22分の0から6、3から6で完敗した。1940年全豪選手権で、ナンシー・ウィンボルトンは、女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルスの3部門すべて優勝するハットトリックを達成した。全豪選手権でのハットトリックは、ダフニ・アクハースト、1903年から1933年が1925年、1928年、1929年の3度達成したことがあり、ウィンボルトンはアクハーストの3度目以来11年ぶりの偉業達成となった。テルマコインロングと組んだ女子ダブルスでは5連覇達成となり、混合ダブルスではコリンロングと組んで初優を決めた。しかし、前年の1939年に勃発した第二次世界大戦の影響で、全米選手権を除くテニス4大大会が開催中止を余儀なくされた。1945年に第二次世界大戦が終結し、翌1946年からテニス4大大会も再開された。終戦直後の全豪選手権でナンシー・ウィンボルトンは女子シングルスと混合ダブルスの2部門を制覇し、1948年までこの2つの部門で3連覇を達成したが、テルマコインロングとの女子ダブルスだけは、ジョイス・フィッチ&メアリー・ベビスの組に7から9、4から6で不覚を取ってしまう。ナンシー・ボルトンとテルマ・ロングの女子ダブルスは1946年から1952年まで7年連続で決勝に進み、1947年から1949年に再び3連覇を達成したが、1950年の決勝ではアメリカペアのルイーズ・ブラフ&ドリス・ハート組に3から6、6から2、3から6で敗れたこともあった。ボルトンもダフニ・アクハーストのように、1947年と1948年に2年連続で3度の全豪選手権、ハットトリック達成記録を残した。1951年、ナンシー・ウィンボルトンは、女子シングルス決勝で、ダブルスパートナーのテルマ・ロングを6から1、7から5で破り、この部門で最後の優勝を飾った。こうして、彼女の全豪選手権優勝は、総計、20勝、女子シングルス6勝、女子ダブルス10勝、混合ダブルス4勝=総計20勝となり、1920年代に活躍したアクハーストの14勝を上回った。第二次世界大戦による5年間の中断を挟んで、ボルトンとロングのペアは12大会連続で女子ダブルス決勝に進出した。当時の全豪選手権では男子ダブルスでもエイドリアン・クイスト&ジョン・ブロムウィッチ組がペア8連覇を達成し、クイストは男子ダブルス10連覇、クイスト&ブロムウィッチ組とボルトン&ロング組はオーストラリアでダブルスの牙城のような強さを誇った。ナンシー・ウィンボルトンの全豪選手権以外の4大大会成績は女子シングルスでは1938年の全米選手権準優勝の他に1947年ウィンブルドン選手権でベスト8、同年の1947年全米選手権ベスト4があった。全仏選手権は戦前の1938年に一度出場したのみで3回戦敗退に終わっている。ウィンブルドン選手権では混合ダブルスで1947年1951年に2度準優があった。1952年以後、ボルトンはプロテニス選手に転向する。選手生活を終えてから半世紀後、ナンシー・ウィンボルトンは2001年11月9日に故郷のメルボルンで85歳の生涯を閉じた。ナンシー・ウィンボルトンは2006年に国際テニス殿堂入りを果たした。その他の成績、全米選手権女子シングルス準優勝、1938年、ウィンブルドン選手権混合ダブルス準優勝、2度、1947年1951年。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。